はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回何やるかというと、今回はこれやりましょう。レクサプロ、S シタロプラム集3円これについて見ていくということになります。ということで、皆さん、今回ね、持ってきたのはレクサプロということなんですが、薬効分類ですね、セロトニン、再取り込み素早く SSRI に該当してます。じゃあ、この SSRI に該当しているレクサプロってどんな特徴あるんですかということを、今回この動画で押さえてもらって、適切に使えるようになってください。それでは、詳細見ていきましょう。 はいじゃあね、詳細見ていくんですが、まず、材形規格ですね。これ見ていきますが、材形はですね、錠材がありますね。で、規格としては10と20があります。で、昔ね、10しかなかったんですけど、最近20が発売されましたということで、今20ミリという規格があります。ということで、このレクサプロ最大20ミリまで使うことできるんですが、このね、20ミリというね規格ができましたんで、最大量投与するとき1錠で OK ってですね、そんな風になったんだということを知っておいてください。昔は10ミリしかなかったけど、今は20ミリですね、販売 されているということですね、まあ、この使い方のとこを見るとこう書いてますね。1日最高容量は20ミリというふうに書いてるということで、最高容量を投与するときに1錠で OK というふうになったんだということ、このことを知っておきましょう。ということで、これが財経規格についてのお話ということになります。じゃあ次何見ていくかというと、次はですね、適用書、使用法、服用方法、これを見ていきましょう。 はい、じゃあね、次は何見ていくかというと、次はこれ見ましょう。適応症、使用方法、服用方法、これ見ていくんだけど、このですね、SSRI と言われるものは、いろんなものに使うことができるとされております。まあ、今回のね、デクサプロはどうかというと、うつ病、うつ状態、これに使うことできるということと、あとは社会不安障害なんかに用いることできるんですよ、ということ。このことを知っておいてください。で、他の SSRI とかだとですね、パニック障害に用いることできるよとかですね、まあ、いろんな適応症を持っていますんで、SSRI 出てきたから、うつとは限らない。 他の適用症もあるということ、このことを知っておきましょう。そしてこのレクサプロというのはどうかというと、このレクサプロというのは社会不安障害に用いることもできるということ。このことを知っておいてください。じゃあどんなふうに使っていくことができるかというと、使い方としてはですね、1日1回10ミリ使っていくようとなっています。でですね、適宜増減することができて、増量1週間以上かけてですね、行っていくということなんですが、この時のね、最高要量は20ミリというふうになってますんで、このことを知っておいてください。 で、このレクサプロと言われるお薬なんですが、SSRI に該当してるんだけど、初めの初期容量から効果があるということで、すごい使いやすいというふうに言われてます。まあ他の SSRI っていうのはですね、どうかというと、徐々に増量してって維持量に持っていくってことが多いんですけども、このレクサプロというのは、初めの10ミリなんかで維持量として使うことができるよっていうことですごい使いやすいと言われてますんで、そのこと知っておいてください。で、 この10ミリではちょっと効果が足らないなって思ったときは20ミリまで増量できて、この20ミリが最高容量となっているということね。このことを知っておくといいかなと思います。ということで SSRI の中でもですね、すごい使いやすい。なぜかというと初期容量から維持量みたいな感じで使うことできるってなってますんで、使いやすいお薬となっているということ。このことを知っておいてください。これが何かというと、これが適応症使用方法、服用方法となっているということです。じゃあ次何見ていくかというと、次は薬理作用を見ていきますんで、 皆さんどんなふうに作用していくのかということをこの後確認していってください。 はい。じゃあですね、次は薬効薬理作用基準ですね。薬理作用、これを見ていきましょう。じゃこれ薬理作用を見ていくんですが、このお薬は薬効分類としては、セロトニン再取り込み阻害薬と言われてるんですよね。ってことで、セロトニン再取り込みを阻害することによって効果を示すよとなります。じゃどんな風に効果を示すかというと、脳内においてセロトニンの再取り込み阻害する。そうすると、脳内で細胞外のセロトニン濃度が増えるよってなるんですね。で、このセロトニン濃度が増えることによって、セロトニン系の 神経。これが活性化されて、それによって抗うつ作用を示すんだよというふうに言われています。じゃあですね、そんな感じで聞くんですが、他の SSRI とどう違うのってことですね。これを知っておいてほしいんですけど、他の SSRI としては、フルボキスタミン。 パロキセチン、セルトラミンとかあるんですが、それらに比べてセロトニン状態により選択的に働くって言われてますんで、そのこと知っておいてください。まあ脳内においてはですね、ノルアドレナリン状態とかドパミン状態とかあるんですが、それらの状態に比べてよりセロトニン状態に働くんだという特徴ありますんで、そのこと知っておきましょう。ってことでこれが薬効薬理作用基準、薬理作用についてのお話ということなんですが、あとプラスアルファとして、 SSRI、SS 他のものとどう違うんですか他の SSRI とどう違うんですかということ、このことを知っておいてください。よりセロトニン状態に働くという特徴がありますんで、そんなことを知っておくといいかなというふうに思います。ということで、これが何かというと、これが S シタロトラムレクサプロの薬理作用についてのお話ということになります。 はい。じゃあですね、近畿項目見ていきますが、まず一つ目はですね、過敏症のある患者となってるんですが、だいたいこれどの薬でも載ってますよね。過敏症のある患者に使うことできないよって感じで、大体どの薬でも載ってるということになります。じゃあ次、二つ目見ていきますが、どうかというと、マオ阻害薬投与中、中止後14日以内と書いてるんですが、まあ、こういった患者さんに、ね、使うことできない。じゃあなんで使うことできないのかということなんですけど、このマオっていうのはね、モノアミン酸化酵素なんですよ。 で、このマオなんですが、セロトニンの代謝に関わってるっていうふうになってるんですね。なので、このマオ阻害薬を使うことによってどうなるかというと、セロトニンが代謝されにくくなるんだよってことが起こります。じゃあ、そのような状態にレクサプロを使ったらどうなるかというと、レクサプロというのは、細胞の外にですね、セロトニンが出てって、その再取り込みを阻害しますね。なので、細胞外にセロトニン濃度が増えてる状態を作るんですよ。で、その細胞外にセロトニン濃度が増えてるところに、マオ阻害薬があるとどうなるかというと、セロトニンが代謝されなくなって、 より細胞でセロトニン増えすぎるとどんなことが起こるかというとセロトニン症候群という副作用これが認められるということでこの「魔王阻害薬投与中魔王阻害薬投与ですね中止後14日以内にですねレクサプロを使うとセロトニンが増えすぎるセロトニン症候群が起こることがあるんで一緒に使うことができないよ」となってますんでそのことを知っておきましょう。 で、この麻オ阻害薬、現在使われているものとしては何があるかというと、セレギリンって言われるお薬ですね。あとは何があるかというと、ラサギリンって言われるお薬がありますんで、まあ、それらはですね、パーキンソン病の治療なんかに使われますんで、パーキンソン病患者で麻オ阻害薬を使っている患者さんにレクサプロ出てた場合は使うことできないってなってますんで、そこ注意をしておいてください。ということで、近畿項目2つ目としては、麻オ阻害薬投与中、もしくは投与中止後、14日以内の患者さんにレクサプロを使うことできないってものが上がってますんで、そのことを知っておきましょう。 じゃあ次はですね、三つ目、四つ目見ていきますが、ピモジド投与中毒が QT 延長ある患者に使うことができないとなってるんですが、このレクサプロ。 初めから維持量で効果があるということで、使いやすいとは言うものの、このお薬の難点は、QT 延長症候群、これを起こすことがあるということで、ちょっとその辺では使いにくいんですね。なので、心臓に何か疾患があるとか、以前に QT 延長を起こしたことあるって人には使いにくいというふうにされてますんで、そのことを知っておきましょう。で、そこでですね、近畿項目では3つ目、4つ目というのが上がってるんですが、 ピンモジド投与中にレクサプロを使うことによって QT 延長が現れやすくなるから投与することができないよってなってることとあとは QT 延長をそもそも持ってる患者にはレクサプロって QT 延長を起こしやすいんで使うことができないよとなってますんでそのこと知っておいてくださいなのでレクサプロというのは初めから維持より使いやすいと言われてるんですが難点としては QT 延長を起こすってねそんなことがありますんで心疾患ある患者に使いにくいもしくは QT 延長以,上に以前に起こしてる患者には使いにくいとされてますんでそのこと知っておきましょうということでこれが 何かというと近畿項目についてのお話ということになりますはいじゃあですね次は何見ていかというと次は副作用を見ていきましょうじゃあ副作用の項目なんですがこんなもの上がってますね経眠おしんずつですね感覚ゾーマあとは 腹部不快感下痢、食欲減退とか乗ってるんですが、特に起こりやすいのは、軽眠投身ですね。これがすごい起こりやすいと言われてます。まあこれ大体5人に1人ぐらい経験するみたいなんで、レクサプロ使うと眠くなる、もしくは気持ち悪くなるってことが多かったりするんだなってことを知っておいてください。で、 このですね、セロトニン再取り込み阻害薬、これを使うときの注意点としては、このセロトニン再取り込み阻害薬を使うことに、細胞外のセロトニン濃度が増えるでしょそれによって、セロトニン状態が刺激される。それで副作用が出ることがあるということなので、皆さん、セロトニン再取り込み阻害薬を使ったときに、セロトニン濃度が増えて起こってくる副作用というのがありますから、まあ、それは知っといてもらったらいいかなと思います。まあ、それに関係してですね、ミンとかおしんが起こりやすいと言われていますね。まあ、特にどうかというと、セロトニン濃度が増えることによって、 5HT2 状態。これが刺激されることによって眠たくなるよとかね。そんなことが起こったりとか、5HT3 状態。これが刺激されることによって消化器症状、気持ち悪くなったりするよというふうに言われていますので、セロトニン濃度が増えることによって眠くなったりとか、あとは消化器症状なんかが現れてくるということ、このことを知っておいてください。まあ、それによって下痢なんか現れてくることもありますので、皆さんこのことを知っておくといいかなというふうに思います。セロトニン濃度が増えることによって起こってくる副作用、そんなことがあるんですが、それによって眠たくなったり、 気持ち悪くなったりするんですよということ、このことを知っておいてください。ということでこれは何かというとこれは副作用についてのお話ということになります。 はい。じゃあですね、最後は相互作用を見ていきますが、相互作用としてはですね、まず近忌がありますね。これはね、もう近忌項目でありました。麻を阻害薬ダメだよ。あと、ピモジドですね。これは近忌ということになります。まあ、阻害薬を使うことによってセロトニン増えすぎる、セロトニン症候群が起こることあるんで、近忌とされてる。あとは、ピモジドですね。これを一緒に使うことによって、QT 延長症候群が現れやすくなるんで、近忌とされてるんですよ。ということは、このことを知っておいてください。で、併用注意薬としてはですね、セロトニン作動薬ですね。セロトニン作用を示すような こういったものと併用注意とされている、まあ、これもセロトニン症候群起こりやすくなるんでよくないよねとされてますんでそのこと知っておきましょうで次はどうかというとシップ2 d 6で代謝されるお薬というふうになってるんですがこのレクサプロというのはね c i 2 d 6を阻害する軽度に阻害するっていうねそういう作用を持っていますんでこのシップ2 d 6で代謝されるお薬の血中濃度を上げてしまう代謝を阻害して濃度を上げてしまうということで併用注意とされているということです で、次はどうかというと、シップ2 c 重機を阻害する薬というふうになってるんですが、 このレクサプロというのはシップ2 c 1 9で代謝されます。なのでシップ2 c 1 9を阻害するお薬なんか使うとレクサプロの濃度が上がってしまうので、相互差やあるよね。ということでシップ2 c 1 9を阻害する薬なんかと一緒に使うとレクサプロが効きすぎるから注意しておこうというね、そんな項目があるよということです。で、次はね、出血を助長するお薬というふうになる,ああるんですが、これ出血現れやすくなるよということですね。例えば血小板凝集抑制薬、これとレクサプロを使うことによって出血が 現れやすくなると言われてるんですねまあ、これはどういうことかというと血小板の中にはセロトニンがあるんですねでこの血小板の中のセロトニンこれがですね分泌されることによって血小板ってギュって固まることできるんですがこのレクサプロを使うことによって血小板の中にセロトニンを取り込めなくなりますねなので血小板内にセロトニンが不足するということが起こります で、結晶板内にセロトニンが不足するとどうなるかというと結晶板内にセロトニンが不足することによって結晶板が固まろうってなった時にセロトニン分泌するんですが。 固まることができないですね。セロトニン分泌できないんで、固まることができない。なので、血小板の機能が落ちるというふうに言われていますんで、この SSRI なんかを使った時に、出血助長するお薬と一緒に使うことできないよ、出血現れやすくなるよというね、こんな相互作用が載ってるんですが、なんでってなった時に、皆さん、これを知っておきましょうね。血小板内にセロトニンがあると、血小板というのはちゃんと機能するというふうになってるんですが、血小板内にセロトニンを取り込めなくするんですよ。 そうすることによって結晶板内のセロトニンが減ってそれで結晶板の機能が落ちる結晶板の機能が落ちると血液固まりにくくなるんでどうかというと出血を助長するお薬と一緒に使うと相互作用を起こすよねってことがありますんでそのことを知っておいてくださいっていうので出血を助長するお薬なんかと併用することは注意していかなきゃいけないよということになります一緒に使うときは注意しなきゃいけないよとなってますんでそのことを知っておいてください で次は何があるかというと次はね QT 延長を起こすことが知られている薬というのがあるんですが、まあ、このねレクサプロをね使いにくい理由としては QT 延長を起こすことがあるよってねそれで使いにくいなのでそもそも QT 延長を起こすお薬と一緒に使うと QT 延長を起こす危険性が高まるんで注意していかなきゃいけないよということになりますんで、まあ、レクサプロを使うにあたっては QT 延長これをね 気にしななながら使っていいいかなきゃいけないということそのこことととを知ってておいい。いくださいいうことで今回ねザラザラ,ラーっとですねお話ししていったんですがレクサプロどんな特徴あるのかっていうことをこれでね把握することができたと思いますんで皆さんこのですねレクサプロの内容を押さえてもらってレクサプロ S ロップラム、適切に使えるようになってください。それではまた。最後まで動画見ていただいてありがとうございます。今回の動画いかかがでしたか よかったなと思う人に関しては高評価ボタンを、もしくは何か気になる点あるんでしたらコメント欄からコメントください。今後もですね、医薬品情報といろんな情報を上げていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いいたします。